ここでバイク預かってるんですか。いや、自動車屋さん。あ、へえー、すごい。これはなんていうバイクですか。F6D。F6D。で、あ、F6B。へえ、すごいな。何 cc ですかこれは。1800。バルキリー、スーパーバルキリー。これは何 cc の。これは1500です。1500。はい。いかついな、このマフラーが刺さりそう。何年モデル？これ2000年です。2000年、あ、やっぱ綺麗にしてはる。みんな言うとったよ、このキャブ、すごいな。いけ、フィンファネルで出てきそうな感じやな。これ何 cc のやつ？いや、一緒です。あ、一緒。何年モデル？これは96やったか、7やったか。なんか上から水が滴りそうやけど、入っていかないよね、これは。すごい。はい、ZRX1200R の方やね、これ。そうやな。マフラーはどこのマフラーなんですか。どうなんやろ、忘れたよ。なんかあのビートに似てますね。あ、ビートやな。多分そうやろね、うん、ビートやろね。ビートこの先に行って、突き当たり右か左ですわ。あ、そうや。めっちゃ近いんだよね。何年モデルですか。これ何年、15年。15年も、まだめっちゃ新しいですやん。40周年記念やよ。あ、イヤー車、うん、これほら。おー、すごいすごい。それだけだ。いや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 一番走り屋さんっぽいですもんね。そう、うん、はい、BMW R1200 ですかね。え、アドベンチャーやな。アドベンチャーやね、うん、何年モデル。2008年。2008年モデル、はい、綺麗にしてありますね。さあ、これはアマゲ。いや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 、そんなにもうよかわんだもん。めっちゃカスタムしてるし。いやいや何年モデルですかこれ。これ何年、今から3年ぐらい前。すんません、ほんなら1台ずつエンジン音聞かせてもらいます。すんません、バンズ音聞かせてもらえますか。おー、よくなってる。すんません、どうかってもうちょっと前出してもらったら、はい、1台ずつ。はい、どこのマフラーですか。スピード、はい、エンジン音聞かせてもらえますか。はい、エンジン音聞かせてもらえますか。これどこのマフラー。何やったかやな、忘れなんですか。 SR1 よね。さあ、竹槍マフラー、お手に貸してもらいましょう。はい、どうぞ。